京都の片身で世界を旅する YouTuber、岸です。日本東と呼ばれるエリアをぶらぶら散歩している岸です。そこ、前に見えます神社ですね。同じく金田さんの芸妓さん、宮子さんにいらっしゃいます。そしてこの私はこの豊久さん、豊寿さんと違うんです。豊久さんなんですけど、豊久さんとは昔から大変仲良くさせていただいておりまして、この人が随分いろんな芸を教えてもらったものでございます。はい。さて行きましょう。よくあの三味線の宮子さんもあそこで、所属で平和と文化を愛する心を育む、ここの横の通りは南北の通りですが花見通り、海通りです。ちょっと通りたいねーとか言って、ちょっとお会いせやわとか言ってですね、持っていくわけですよ。はい。金さんよう気付き始めますなとか言って、気の利いたこと言ってくれるわけです。ここのこの道は何という道か知りません。聞いてこ。あ、大将。はい。ここのこの道これ名前ついてるんですか。ついてないです。何ついてるね。八幡工事。あ、どこに八幡さん待ってたんで。八番。八幡工事。あ、八番ね。はい、ああ、なるほど。昔のあの、この区画の、区画の8番。ああ。大和王子から続いてた。ああ、大和王子はずっと。はい、で、最後は何番 ?16 か17。16か17、まだここから16か17。あ、八坂神社。え？八坂神社。八坂神社まで。はい。へぇ。大和王子からこっちまでずっとで、ね、ずっと、あの、番号がついてたそうです。ありがとうございます。8番通り。八幡工事。おお、いや、勉強になりました。おっきい。やっぱり聞いてみるもんですね。ちょっとあの、あの壁の、